今日の超教育協会オンライン進歩は it 学園都市構想と題しまして中島さんにお越しいただきましたシンギュラリティサソサイティの代表理事をされていらっしゃいますプロフィールは事前にご案内しているので割愛したいと思いますが、まあ ではあの中島さんの記事は私よく読んでたんですけどもチャット GPT の取り扱い教での取り扱いについての記事なんかも拝読しまして、まあ、米国の様子も聞きたいなということもありまして、えー、と今日は登壇をお願いしましたというわけで中島さん早速ですけどよろしくお願いいたします。ははいいいよろししくお願いします題名は、えー IT、学園都市構想とうので、まあ、ちょっと あのチャット GPT みたいな話も中に出てきますけどそれよりもその日本の、えー、まあ何て言うのかな DX デジタルトランスメーションが進まないとか、えー、ソフトウェアエンジニアの待遇が悪いとか、えー、優秀な人が少ないとかっていう、まあ、問題を解決するにはやっぱり教育をしっかりさせなきゃいけないなと。 えー、思う中でちょっと私なりの考えを、えー、話してみたいと思います。でですね、えー、ちょっと最初に私の経歴を結構内容と関係するんですけど、えー、言うともう小学校、中学校はもう本当にあの理科と数学が大好きな少年で、えー、もう社会とかあの国語の時間はもう大嫌いでした。だから漢字の書き取りとかも。 すごく嫌で、まあ、今考えてみると無駄でしたよね。今もみんなワープロ使うので、えー、なんであんな無駄なあの勉強させられたのと今でも思ってますけど、でもその時もすごく思ってて、本当にあのなんていうの通信簿とか見ると、本当にあの理科と算数だけはやったらいいけど、他が全然だめみたいな子どもでしたで、えー。趣味は本当に特に特こう あの小学校の高学年から中学生ぐらいはとにかく数学の難問詞を解くのが大好きでその受験用の僕実は中学の受験はしてないんですけどその中学受験の問題とか、えー、なんかあるじゃないですか灘校だとか難しいところ灘光は高校かまあいいやでもそういうその難しい数学の,あの応用問題を解くとか。 あとあの、まあ、学校でやった化学技術がすごく好きだったので自分の家にお小遣いを貯めてそのガスバーナーとかフラスコとか石綿金網とか揃えてそこでいろんな実験をしてあの薬剤を作ったり、えーまあ、学校でやった学校の理科の実験授業でやった実験の追加実験をしたりっていうことをするのが私の、えー、日課でした。 で、えー、っと、高校は早稲田大学の高等学院、あの上尺寺院にあるところに入りました。で、そこを選んだ理由は、とにかく、そのまあ、理科と数学以外の勉強が嫌いだったので、えー、まあ、でも、とはいっても、大学受験は避けられないだろうという中で、まあ、そもそもどうやって大学受験を避けたらいいのかっていうのと、それから、理科と数学の成績だけは良かったので、それで、えー、まあ、一番、 要は、自分の得意なところを生かして、で、かつ大学受験を避ける方法として一番いいのが、まあ、早稲田、慶応でもよかったんですけど、っていう結論に達して、で,で、早稲田は、えっと、一応、受験で300点満点で、国語、英語、数学で300点満点だったんですけど、えっと、その僕の前の年の、えっと、その、 合合格ラインが合計でで167点だったんですよ僕、こんなことつまらないのよことよく覚えてるんですけど、で300点満点で167点で、で僕、数学はやたら得意だったので、まあ、ケアレスミスがあるとしても、85点とか90点は取れるだろうと。で、国語はその得意じゃなかったんですけど、日本人なので、一応できるわけですよ。勉強なんかしなくても。 あの一応その日,本日本語が分かってれば、まあ、40点50点ぐらい取れるんですよね。で考えるともう、えー、あのその国語全く勉強しなくていい国語と、えー、数学で130点か135点は取れるのであと英語さえ勉強すればいいということで英語だけちょっと勉強してでピチッと合格というすごく本当にあ,のあまりこう受験地獄みたいのを味合わわずに え気軽に早稲田の高等学院に入ってでそこからあのエレベーターかエスカレーターでそのまま大学にえ行ける状況を作りましたと。で,、えー、で高校になってからまあ出会ったのがプログラミングで,で、まあ、そこからもうずっとそのプログラミングがもう三度の飯よりも好きぐらいの趣味になったんですけど、えー、17で勉強をし始めて。 で20歳で、えー、パソコン用の CAD のプログラムまだ学生時代でしたけど CANDY っていうソフトを a s、えーまあ、スキー出版っていうところから発売してそれがベストセラーになって、えーまあ、結構い,ういい収入があるという経験をさせてもらってだから、まあ、あの今だと難しいかもしれないけどその時期はもうプログラミングなんかしてる人が本当に少なかったのでその3年ぐらい勉強しただけで。 世の中に通用するプログラマーになれるっていう経験をしたんですよね。で、えーまあ、大学は結局早稲田のそのまま理工学部に行ってその後大学院で修士号まで、えー、取りました。で専門は電子通信っていうどっちかっていうとそのコンピューターそのものとか電子回路とか半導体とかっていう勉強をしてましたけど。 プログラミングそのものはほとんど学校で教わってないですよね。あの学校でも一応そのソフトウェアの授業みたいなのありましたけどあの実際に僕がそのアルバイト先であのやってることよりもはるかに何年も遅れてたので、えー、ソフトウェアの勉強そのものは学校でというよりも、えー、ほとんどそのまあ独学もしくはアルバイト先の仕事を通して勉強してました。っていうまあ あの経歴を持ってますで、えーまあ、ちょっとこれが後で話す内容とも関係するんですけど実はプログラミングってその数理系が得意な子どもたちにとってはあのとても、まあ、相性がいいんですよ。で本当にその、まあ、僕が経験したように本当に23年勉強すればもうプロとして通用できるレベルにあのなれます。今でもなれます。まあ、確かに今は少しその敵が多いので えーまあ、3年勉強したらベストセラーのソフトが作れるとは思えないですけど、ただ、えー、とそのプロのソフトエンジニアとして、えー、通用するレベルに至るには、多分2、3年勉強すれば十分だと思います。というぐらい、プログラミングってちょっと面白いんですよ。そのなんていうのかな、えーとまあ、他の学問と違って、その知識をため込む勉強じゃなくて、どちらかというと、知恵。 要は論理的にものを考えるとか、もしくは新しいものを早く勉強する能力があるとか、あと最も大事なのはそのプログラミングそのものを楽しむ、えーまあ、素養というか、まあ、才能ってってもいいかもしれないけど、えー、そういうものを持っていのが大事で、で僕は結局まあその後、マイクロソフトに入って、でまあ、結構活躍しましたけど、本当になんか努力という努力をしてない、もしくは はたから見るとしてるのかもしれないけど僕自身はもうプログラミングは楽しくてしょうがないしあと新しいことを勉強するのがもう大好きなんですよ。なので全然苦にならないのでであのなんていうのかなやっぱりこう好きなことを商売にすると強いですよね。あの他の人だったら例えば1日、ね、15時間働くとかっていうのは苦痛かもしれないけど。 僕はプログラミングだったら1日15時間でも何でももう喜んでするのででそういう人とその嫌々いや,いや,やってる人が戦ったら当然だけどその楽しんでやってる人が勝つに決まってるじゃないですかっていう状況で僕はだからすごくその自分が得意でかつ、えー、楽しめるものを早いところ見つけることができたのはラッキーだったなと思いますよねえー、で、えーまあ、ちょっとその後は あまり話してもしょうがないけど、おまあこんな感じで、マイクロソフトが働いた後自分で起業して、それを売ったりとかいうことをしてた経歴を持ってる人です。で、日本に関してちょっと大きく考えて、もともとその,あいそのあ学園闘争、うん、IT 学園、えー、都市構想の話を考えたベースは単に教育だけの話じゃなくて、日本が抱える まあいくつかの大きな問題ですよねその少子高齢化だったり、それからまあ失われた30年と呼ばれるその日本の,、ね、そのまあ生産性が上がらないとか、一、えー、人当たりの GDP が下がり続けているとか、上がっていないとか、もしくはさっき言ったそのデジタルトランスメーションと言われるものが全然進んでいないとかですね、あともう大学がダメダメですよね、まあ、この話、あとで言いますけど。 まあ大学の教員の方も聞いてるかもしれないですけど本当に役に役立たないですよあのまともなソフトウェアエンジニアが育つ環境がないんですよ。まあその東大の,あの一部とかいうところではいい人育ってるみたいですけど基本はあの大学はやっぱり遊ぶとこなので、えーまあ、それはその受,受験が苦しいせいもあるんですけど、えー、いいソフトウェアエンジニアが育つ環境がない。であと 会社側にもないんで、すよねまあと、日本でいうソフトウェアエンジニアっていうのは結構その厳しい、3K って呼ばれてる、そのきつくて帰れなくて給料安い職場で働かされてるという、えーまあ、あの欧米とはものすごく違う環境で働かされてて、えーまあ、ちょっとそれはそのビジネスモデルとも関係するんですけど、でえーまあ、この辺あまり長く話してもしょうがないですけど、その 失われた30年、要は世界の、えー、時価総額ランキングのトップ50のうちの30社以上かな、が平成元年の時は日本だったけど、もう今は見る影もないという話、それからこれがあの、えー、1人当たりの生産性とか、えー、労働生産性とか、1人当たりの GNP、えー、をお、まあ、世界の順位。 でやった時に、ま、日本は28位生産、えー、線がで GDP は23位でまあ先進国の中では最下位という状況になってますとでこういう問題ですよねで、えー、あとデジタルトランスメーションの話、まあ、聞いたことある方もいると思いますけどで結構誤解している人が多いんですよ。 その企業がデジタル技術を取り入れて生産性を向上させたり、えー、顧客サービスを改良することっていうふうに思ってる人がいてで実際あのそうですって宣言してであのお宅の会社のデジタルトランスフォーメーションを助けますよっていうビジネスをしてる、まあ、要いわゆる IT コンサルタントの会社もたくさんありますけどで結構その日本の昔ながらの そのデジタルが得意じゃない会社がそういうコンサルト会社にお金をいっぱい払ってデジタル技術を取り入れようみたいなことをやってますけどあ全然うまくいってなくて。っていうのはその本当の意味のデ,ラデジタルトランスメーションっていうのはこれじゃなくてですね、えー、こうなんですよデジタル技術を使しあの活用した新しいビジネスモデルが誕生してで既存のビジネスモデルビジ,ビジネスを駆逐することなんですよ。 で一番わかりやすい例がアマゾンで、アマゾンっていうのは別に、その実店舗持たずに、インターネットで本を売ることによって、まあ、その便利さ、えー、消費者にとって、ねそのえー、たくさんの本が、えー、豊富に、えー、あるとか、えーまあ、どっかに行かなくても自宅に届けてもらえるとかいう新しい付加価値を足すことによって、で既存の書店を駆逐したじゃないですか。 ここれこそがデジタルトランスメーションなんですよだから例えば紀ノ国や書店とか丸善、えー、でしたっけそういう,う書店がその IT コンサルタントを雇ってデジタル技術を取り入れたからといってアマゾンに勝てるわけじゃなくてそうじゃなくてやっぱり新しいベンチャー企業が生まれてでそこで、えー、そのデジタル技術を最初から 要はデジタル技術を前提にしたビジネスモデルを組み立てて、ね、インターネットで本を売るとか、でもう新たな価値を生み出しつつその、要は顧客を既存のビジネスから奪うっていうのが正しい形のデジタルトランスフォーメーションで、でこれが日本では起こってないんです。要は上に書いてあるデジタル技術を取り入れるってことは、まあ、起こそうとしている努力もあるし、結構なお金がその業界にならこな流れ込んでますけど、それをしても全然ダメで。 やっぱりあのベンチャー企業を育てなきゃいけなくて、でベンチャー企業を育てるには優秀な人が、まあ、学校から出てくる必要もあるし、そういう人たちが気持ちよくそういうそのベンチャービジネスに飛び込めるような社会環境がなきゃいけないっていう意味でそこがうまくいってないので、えー、デジタルトランスフォーメーションが進んでないんですよ。で で、一、えーまあ、つ、まあ、この話はなあ,のあまり長くすると長くなっちゃうんですけど、日本の、ね、ソフトウェアの作り方って、えーまあ、結構間違っている部分が多くて、えーまあ、例えば政府とか銀行とか、まあ、いろんな電力会社とか、まあ、自動車会社、家電もそうですけど、まあ、ソフトウェア必要なんですけど、彼ら自分でソフトウェアをエンジニアを抱えてなんだ中で作ってないんですよ。よいいその まあ、IT ゼネコンと呼ばれる、まあ、SIR って呼んだり、えー、IT コンサルタントって呼んだりすることもありますけど僕は IT ゼネコンと呼んでてでなんでゼネコンと呼ぶかっていうとその建築会社と同じようにその下請け孫、まま、請けをたくさん、えー、使って、えー、ビジネスをしてるんですよでその、まあ、プライムベンダーと言われるその、まあ、顧客から直接仕事を受ける、えー、コンサルティング会社は まあ基本は営業とまあ仕様書の作成までするんですけどで、えーまあ、残念なことにここが理系の、えー、大学もしくは大学院卒の学生をたくさん採用してるんですよ。だけどこういう会社っていうのは、まあ、その日本の何て言うの終身雇用とか、えー、年功序列とかあとまあ,あの法律の雇用規制。 ね、そのあ解雇規制とも関係するんだけどそのせ取った、ね、理系の社員を、えー、そのソフトウェアエンジニアっていう専門職にするのを嫌がってでみんなそのどっちかっていうとその何でもできる管理職に育てたがるわけですなので、えー、ここすごい重要な話なんですけど要はせっかく理系の、ね、大学なり大学院を出て、えー、勉強した人たちが この日本の、まあ、IT ゼネコンと呼ばれるところに就職して、まあ、もしくはこの上の,その、えー、とユーザー側の通信会社とか自動車会社とか家電とかにも入るんですけど、彼らはソフトウェア作らないんですよ。基本的にはソフトウェアを、まあ、使用書を書いてで、下請けに投げるっていう、で、基本的には管理をする、管理職になっていくっていうのが日本の、えー、と理系の人たちのキャリアパスで。で、その下に下請けの会社があり、 孫受けの会社がありで実際にプログラムを書いているのはこの孫受けの会社のかつ派遣社員だったりしてるんですよ。で悲しいことにそ,のそこの派遣社員っていうのは基本はその理系の大学とか出てないで文系の大学だったり専門学校出てる人たちが、えー、まずは最初にその、まあ、派遣専門にしてる派遣会社に就職すると、まあ、仕事はたくさんあるので。 1>, まあ1ヶ月2ヶ月の簡単な講習を受けてソフトウェアエンジニアまあなんちゃってソフトウェアエンジニアなんですけどに仕立て上げられてこういう孫受け下受け孫受けの会社に配置されてで上から降りてきた仕様書通りにプログラムを作るっていう仕事をしてるんですよ。でまあ残念なことに彼らはもともと僕みたいなその理数系が得意だった人じゃ全然ないのでプログラミングはある意味不得意なわけですよ。 だけど、まあね、派遣会社に入って派遣されて派遣会社でその、まあ、1時間月の,講,あの講習を受けてプログラマーになったので,で仕事はあるので,で仕事をしますけどもう本当に彼らはつらいんですよその。本当にその産経僕もこういう仕事をしている人たちの話をよく聞きますけど本当に得意じゃない仕事を長時間させられてでかつあの給料も安い。 よくあるのが、みなし残業っていうやり方で、その例えば、えーと、うちの会社は月30万で募集しますよって言いながら、実はそこにもうあの月々、何十時間分の残業手当が入っていて、基本給はだから30万じゃなくて、えー、実際は23万円で、7万円分は残業手当ですっていうことで、もう残業がみなし残業でついてるので、えー、残業しなきゃいけない。 っていう状況でも長時間労働させられる。で、実質はだから、その月々30万じゃなくて、月々23万で働かされているので、えー、ものすごく給料が安い。で、得意じゃないので、まあ、なかなかうまくいかないし。ということで、うまくいかないんですよ。で、あのー、これのその典型的な弊害が、その水戸銀行の、その評判の悪い水ず銀行のオンラインシステムですけど、えー、なんとその、まあ、IT ゼネコンが、 まあ一社じゃなくてて複数に頼んでるもあって開発会社が900社あるそうなんですで900社に、いやこんな形でそのオンラインシステムを発注してるわけですよね。要は銀行からまあ一時受けで受けた、えー、ゼネコンがかつ下請けに出して、まあ、合計に出してってやってるうちになんと900社の会社が水、えー、ず銀行のオンラインシステムを作ってる。 でまあ、あのソフトウェア作ってる人じゃなくても想像できると思うんですけどもう900社がいてじゃあ何,何千人の人が関わっていてでそのうち実際にコーディングを書いてる人たちは派遣会社から来た文系の人たちだったらいいソフトウェアなんか作れるわけがないじゃないですかだからそのみずほのオンラインシステムはいつまでたってもまともに動かないですよでこういうことをやってるからその日本には優秀なソフトウェアエンジニアが育たないし、えー、いいソフトウェアもできない。 で、さっき言ったようなデジタルトランスフォーメーション、本当の意味のデジタルトランスフォーメーション、要はデジタルトランスフォーメーションっていうのは、みずほ銀行が、えー、そのウェブサイトを作ってなんとかじゃなくて、そのみずほ銀行みたいに、その古い体制を抱えてない新た、新たな銀行が、銀行ベンチャー、まあ、フィンテックって言いますけど、そういうところが技術を使って優秀なエンジニアを集めて、ベンチャー企業として、 出てきて、そこが新しい価値をその預金者なりに提供することによって、みずほ銀行からお客顧客を奪う。それによって、えー、新たなビジネスが生まれるっていうのがデジタルトランスフォーメーションですけど、それが全く起こってないのが日本ですという話です。で、えー、まあ教育の話にすごく関わってるんですけど、まあこれちょっとまあ今は少し変わりつつあるんですけど、基本的なその 日本の戦後の高度成長期に作られた僕はその昭和の価値観って呼ばれてるんですけどその高度成長期のまあちょうど私があの学生だったぐらいにまあ作られたというか何て言うのかな成功パターンっていうのは えー、大体この通りなんですよまあ、あのー、幼稚園からお受験っていうのは結構最近の話だけどやっぱ小学校中学校を塾が用意してでまあ中学高校はとにかく受験勉強の、まあ、その普通の勉強じゃないですよね受験で、えー、いい成績を取るために最適化された勉強だけをして。 でそのまあ受験を突破する、まあ、いわゆる一流大学に入るともうそこでだいたいその日本の場合はそのなんていうのいまあ、未だに続いてますけど、えー、新卒の一括採用を行われてその時にはその一流大学の人は圧倒的に有利なのでもう大学に一流大学に入ってしまえばえー もう終わりなんですよだから受験勉強さえすればよくてあと大学に入ったら本当にもうサークル活動して合コンしてでまあ最低限の単位だけ取ってで早めに大学3年ぐらいで内定取ってで就職しちゃえば勝ちっていう状況でで、えー、日本のその教育システムっていうのはそういう人たちを世の中に送り出してるんですよでこれをそのまあね100%そうではないと思うけど 基本はこれなんですよ。要は、本当に中高、まあ、小学校も含めて受験勉強だけして、で、難しい大学に入って、大学で遊んで、早めに内定を取って、で、えー、まあ、いい、その一流上場企業、えー、一部上場企業、今だったらプライムっていうのか、に、えー、正社員として就職するっていうのが、えーまあ、成功パターン。で、そこで、 まあ崩れつつあるとはいえまだ残っているその終身雇用と年功ずれつでえまあ同じ企業でなるだけ長くえ働き続けてでそれも専門職じゃなくてえ管理職になるべきなわけですよ。で,できるだけ早く管理職になってでえまあ退,職金ね退職した時に退職金をもらいます。でかつえ日本のその大きいい会社っていうはは実は結構 こうな数で子会社を持ってる理由がこれも昭和の価値観ですけど要はその退職したちゃんと会社に一生勤め上げて管理職になった部長だったり、まあ、ひょっとしたら取締役だったりになった人が天下りする先のための、えー、子会社がいっぱいあってで要は退職後にそこに天下りする。で天下り先でまあ 3年か5年か分かんないですけど給料もらいながら6人働かず別にそのいればいい仕事なので、えー、3年か5年働いて、えー、で2度目の退職金をもらって年金生活に入るっていうのがその日本の高度成長期に作られた価値観なんですよ。でこの話は僕はあのもっともっとみんな認識すべきだと思うんですよ。まあ、確かにねあの 消えつつある例えば終身雇用制とかも徐々になくなりつつあるしそれから一生その一つの会社に勤めるっていうのも必ずしもみんながやる時代じゃなくなってるのは分かるんですけど根底にはこの価値観があってでその価値観ベースに親は子どもたちを塾に入れて受験させて下手すると中高一貫の受験校に入れて とにかく受験勉強受験勉強させていい大学に入れるもうそこまでが親の役目でいい大学に入ればあとは大学を遊んでて、えー、内定取って正社員になるっていうそこのそのここに書いた昭和の価値観の名残がいまだに日本の教育システムには根強くあってでそのせいで僕から見ると結局本当の意味の勉強してないんですよ。 僕から見ると勉強っていうのは、まあ、いろんなことをやるべきなんだけどでその中で一つでも二つでもいいから自分の得意なものを見つけたら、ね、自分が得意で夢中になってできることを見つけたらそれを徹底的に伸ばしてでそれで世の中に価値を提供するっていうのが本当の勉強なんですけどそういう意味の勉強を要は受験勉強してる中高生もしてないし、えー、遊びまくってる大学生もしてないんですよ。 で私はすごくラッキーなことにその早稲田の付属に入れたおかげで、えー、あまりそのあまりじゃない全然受験勉強のことを心配せずにそのプログラミングと出会って、えー、ひたすらそっちを極めていくっていうことができたせいでその、まあ、人生の選択肢も増えたし楽しい人生が遅れたし、えー、それなりの成功することができたということで僕はこの 昭和の価値観ベースに作られてしまったこの受験勉強受験遊ぶ大学っていうシステムを根本から破壊しないと、えー、ダメだと思ってます。ででねこの日本のその要は小中学校で受験勉強、まあ、受験校に行くケースもあるけどででそれからぬ,ぬるま湯大学で遊んででさっさと内定取ってでまあ あの企業は企業で、やっぱりその、まあ、日本はそのさっき言った本当の意味でのデジタルトランスメーションが進んでないので、その企業の新陳代謝が行われてないわけですよ。それはダメな企業はいつまでもダメなまま残っていて、でかつその、昭和の時代に雇われた、えー、昭和の価値観に縛られた人たちが、いまだに取締役、えー、経営陣として会社を経営してるっていう、まあ、大きな会社がいっぱいあって。 で、そこに、えーまあ、ぬるま湯大学から内定取って就職するっていうのがいまだに続いてる。で、これを打破しないといけないと思って、で、まあ、いろいろ考えてきたんですけど、その、例えばぬるま湯大学を直そうとか、もしくは、ね、その競争力の失った日本企業を直そうっていうのは、僕はもう無理じゃないかと思っていて、それより根本的に、その人間のキャリアパス、 子どもたちのキャリアパスを変えるべきだろうと思って、で、考えたのが、えー、とですね、この、まあ、日本特有の、えー、高専っていう仕組みを生かした IT 高専。で、これはね、やるべきなんですよ。で、まあ、高専っていうのは、基本的にはその、まあ、理科系な理、理数系の子どもたちをお、まあ、入学させて、で、昔で言うと日本の,その製造業、 に行く人たち機械だったり、まあ、電子工学もそうだけどそういうことを勉強させてで製造業で、まあ、まあ工員として働くとか、まあ、設計する人もいたかもしれないけどそういう道を作るために作られたのが光線だったんですけど今の時代は、えー、IT に特化させるべきだと思っていて別に今の光線をなくせって話じゃなくて僕は多分新しいのを作った方がいいと思うんですけど。 えー、とにかくソフトウェアですね、まあ、ハードウェアも多少は含めてもいいけど、あと 3D プリンターとか、ドローンとかロボットとかもいいんだけど、要はそういう今の時代に必要とされている人材を、えー、5年間で養成するっていう学校を僕は日本中に作るべきだと思ってるんですよ。あのまあ、特にその東京一,一極集中みたいのを解消するためにも、もう日本中に、えー、50個ぐらい。 えー、作ってもいいなと思っていてでそこでとにかくその、まあ、地元の理数系が得意な子どもたちにとって魅力的な学校にして、まあ、そこを魅力的にするにはいろいろ工夫が必要だけど魅力的な学校にして入ってもらってでさっき言ったようにソフトウェアなんてのは本当に23年勉強すればプロとして通用できるので、えー、5年やれば十分なんですただ、えー、ソフトウェアの世界ではもうとにかく英語がデファクトなので 英語が使えないと使い物にならないです。なので、5年間を使って、高専時代を英語が使えるエンジニアを育てるっていうことを本気ですべきだと思ってます。これをしないと日本はどうしようもないです。で、まあ、今の大学経営している人たちとかは、もうあのこういうこと言うと怒るかもしれないけど、もう大学を直すなんて無理です。もうそもそもその大学のシステムから、受験システムからおかしいし、教員も。 古い考えの人たちばっかりだしそれよりもこうやって高専を5年間で勉強させて要は15で入ってまあ19か20歳で英語が使えるエンジニアとして育ててでそのエンジニアたちがまあ当然ですけど理想的には日本の IT ベンチャーに入るもしくは自分たちで IT ベンチャーを作るだけどまあ当然ですけど あの要はグーグルだったりアマゾンだったりマイクロソフトだったりそのいわゆる GAFAM と呼ばれるその、まあ、外資系の IT ベンチャー、まあ、ベンチャーっていうのはもう大きな会社ですけど彼らにとって魅力的な人を作んなきゃいけないんですよ。でまたこんなこと言うと反対する人もいるかもしれないけど要は世界で通用するエンジニアっていうのは当然だけどその GAFAM にとっても魅力的で。 でもう彼ら今や、えー、とその大卒には全くこだわってないですから。もう本当に、まあ、私もあの人を雇う立場だったからよく分かるけど、えー、とそのどこどこ大学を出たとか関係ないです。本当にとにかくプログラミングをバリバリかける。えー、ソフトウェアを作るのはもうサンドの飯よりも好きで。とにかくそれが得意で大好きでもう何時間でも働くみたいな人でかつ英語が話せれば。 彼らは喜んで採用するので。で、そういう人こそ世の中で活躍できるんですよ。で、そういう人を日本は大量に生み出さない限りは、もう国際競争力は、えー、失われていくばかりです。あちょっとここに資料を書くの忘れたけどあの、マーク・アンドリーセンっていう人が、えー、とソフトウェア・イズ・イーティング・ザ・ワールドっていう、要はソフトウェアが世界を、まあ、食べてしまうよっていう論文を10年ぐらい前に書いたんだけど、もう本当に全ての えー、商売においてソフトウェアがこれから鍵を握ります。さっき言ったようなそのソフトウェアを最大限に活用した、えー、新しいビジネスを作ることによってその古い昔ながらのビジネスからお客さんを奪うっていうことをしない限りあの、まあ、日本の GNP は伸びないし一人当たりの GNP は伸びないし生産性も上がらないです。ととといううことで言うとそのとにかく えー、要はソフトウェア業界 IT 業界にとって本当に魅力的な英語,の英語が使えるエンジニアを大量に生み出すことこそが、えー、日本の競争力を上げる、えー、一番の、えー、答えだと思います。で、えー、まあとはいってもねその,あの5年間でその英語が使えるソフトウェアエンジニアを育てるなんて簡単じゃないじゃないか。 ね、教員はどうするんだっていう人がいると思うけど、まあ、実はね、今その、特にソフトウェアに関しては、えー、オンラインで学べるんですよ。あのここにか書いてある、そのウダシティとかとか、あのコーセラっていうところで、もう本当に超一流の、要はスタンフォード大学とかハーバード大学でコンピューターサイエンスを教えてる人から、えー、授業が取れる時代なので、それを取ればいいんですよ。 ま当然ですけど中身英語なので営業勉強しとかなきゃいけないので5年間のうちの最初の12年間は徹底的に英語教育をします。まあ,あの最低限必要なその数理系の勉強も必要だけどそれプラスアルファ多分3分の1ぐらいの時間をかけてもいいから英語教育をしてでその目的はまあ最終的には英語が使えるエンジニアを育てることだけど 当面の目標としては、こういう、えっと、要は英語で出ている、ね、コウセラとかが出している英語のオンラインの、えー、IT 関係の授業を受けられる、えーまあ、英語の聞き取り能力と、まあ、最低限の英語の読み書きを育てるということを1、2年でしてで、3年生からオンライン授業をガンガン受けさせました。 そのこういうところが提供しているオンライン授業なので、それを教える先生は必要ないんですよ。だから、えーまあ、さっきちょっとリモート授業の話があったけど、もうリモート授業どころか、要はオンライン授業で、えー、要は学校って言いながらねああの、高専って言いながら、その授業を提供するのは高専そのものじゃなくて、こういう、その要は世界にもう素晴らしい教材があるのだから、それで勉強してもらうと。でまあまあ、そうは言っても まあそれだけだと足らないので、まあ、多少のティーチングアシスタントが必要だけど今はその、まあね、最近話題の,そのチャット GPT みたいなものがあってああいうものを応用すればその例えばソフトウェアの勉強をしてて、えー、詰まった生徒の質問にあの人工知能が答えるということはもう十分にできる時代になっているので。 そういうものを活用していくと本当にその教員とかの数はものすごく少なくてもできますよね。でまあそうは言っても、まあ、特にソフトウェアの場合は単に授業を受けるだけではなくてやっぱり自分で何かものを作っていかなきゃいけないので、まあ、実習が大事なので、まあ、実習を指導する先生は必要ですと。で,でそれも全部が全部学校が提供する必要もなくて実は まあ、IT ベンチャーだったり GAFA だったり Google とかマイクロソフトっていうのはとにかく優秀な学生を早く見つけたいと思ってるので、えー、彼らがそのなんていうのインターンシップを提供するっていうのはあの簡単にそのなんていうのインターンの仕事要は学校側からすると要は子どもたちにソフトウェアを作るとかもしくはドローンを作るとかっていう 勉強実習をさせたいで、えー、採用する側そういうのが優秀な人たちを早めに見つけたいのでそこのマッチングはものすごくいいんですなので、えーまあ、実習は例えばそういう IT ベンチャーから、えー、こういうものを子どもたちに作らせてみたらどうでしょうみたいな提案をしてもらってそれを実際に子どもたちが作りでそれの採点を企業側にしてもらうっていう形の実習によって これもかなりその教員の数を割かなくても、えー、そのソフトウェア作りだったりハードウェア作りの実習ができる環境を提供できると思います。ということで、えーまあ、こういう形の学校だから今までの学校とはものすごく違いますよね教員の数も少なくていいし授業も全部その海外のオンライン授業を受けるので、えー、普通の授業も必要ないので。 教員の数はぐっと少なくて、まあ、どっちかっていうとあの子どもたちのまあ実習だったり生活指導ですよね。ももどっちかっていうとその、まあ、メンタルの面に関してはさすがにあの AI とかに任せられないので、えー、子どもたちのやる気を増させるとか、まあ、子どもたちが健康的なえ食生活を持つとか、まあ、当然ですけどあの高専なので僕は全,全流性がいいと思ってるので。 ということには、まあ、人間はあの人は割く必要がありますけど、まあ、そこだったら別に特に IT が得意な人じゃなくてもできるのでと、えー、いうことでいえばこういう構成を日本中に50箇所作るというのはあの十分僕は可能だと思います。で最後にその、まあ、なんであのそれを IT 学園都市構想って呼ぶかっていうと、えーまあ、やっぱりあの、まあ、日本その少子高齢化で まあ、地方の過疎化もしくは、えー、高齢化も進んでるっていうこともあるのでまあこの辺のマッチングをどうするかはまあそんなに簡単じゃないと思うけどその、まあ、人口が減り始めて例えば市町村が合併しますみたいなことが起こり始めた辺たりで、えー、まあ多分あのいくつかの学校閉鎖になってたり、えーまあ、土地が安かったりっていう環境もあるからそういうところに えー、構成を作りでそこで、えーまあ、当然だけどそのベンチャー企業も呼んで、まあ、それはそのベンチャー企業に対してその例えばオフィスのスペースを無料で提供するとか、えー、もしくはそのインターンシップを通じて、えー、優秀な学生を早く見つけることができるとかっていう、まあ、魅力を提供することによって、えー、IT ベンチャーを誘致する。 それから、まああの、いわゆる IT トップというやり方を使って、まあ、地方なりの日本で抱え,地方が抱えている問題、いっぱいあるわけですよ。例えば、えー、高齢者の移動手段が減っている。ね、要は、その少子高齢化で、えーまあ、当然ですけど、その高齢者が自動車を運転すると危ない。とはいえ、そのバスとかローカル線がどんどん廃止になっているという事情があるので、じゃそこに自動運転のマイクロバスを作る。 っていうのを、えー、まあベンチャー企業と IT 高専が一緒になってプロジェクトとして進めて、えー、その地方に対して自動運転のマイクロバスの実証実験をしていくとか、まあ、あとはその介護の人が不足してるっていうことはもうどこでも起こってこれから多分あの本当に介護人不足は日本にとってあの深刻な問題になるのでそのじゃあ介護を、えー まあ最終的にロボットがすればいいと思うけど、介護を支援するための機械だったり、ソフトウェアだったり。あと、まあ,あ、ハード的な面だけじゃないですよね。高齢者のメンタルケアをするには AI が活かせるんじゃないかとか。あと、まあ、あの、僕らね、若い人たちが、だけが遊んでると思っている、その,あの VR グラスっていうのでゲームとかしてますけど、あれこそ実はその高齢者が、 まあ動けなくなった高齢者が、えー、バーチャルツーリズムで、えーね、もう飛行機も乗れる元気がないけどヨーロッパに行きたいとかエジプトのピラミッド見たいみたいな人に対してそういうバーチャルなツーリズムを提供するっていうまたビジネスチャンスがあるのでそういうところに要はその IT ベンチャーと IT 枠線が組んで実際にプロジェクトとして作っていくとか、まあ、あとはその、まあ、高齢化が進んでいるその 農業とか漁業とか、えー、林業かっていうあたりにその、まあ、ロボットとかドローンを採用して、えーまあ、いかにあの人手をかけずに効率よく、えー、そういう第一次産業をしていくかっていう、まあ、研究みたいなことも、えー、十分僕は IT 構成でできると思うので、えー、そういうこともしていきたいし。 まあ、あとちょっと余談になるけど、やっぱりそういうものを作るときにはなるだけそのオープンソースを活用して、えー、そういうその、まあみんなで作った、えー、知恵というか、作ったものを共有するみたいな環境ができるといいなと思います。まあ、まあ、こういうことをするにはそれなりにお金がいるので、えー、まあそれがその国から出るのか、寄付から集めるのか、まあ、ベンチャー企業からなかなかお金が出てもいいと思いますけど、まあ、ベンチャー投資と絡めるとか、 ということで、えー、まあやるべきじゃないかなと思ってで結構これはあの難しいとは思いますけどなんか日本最近なんか丸ごと光線とかいうなかなか面白い、えー、光線ができたみたいなのでまあそういうところも参考にして、えー、こういう形の光線をちゃんと作ることによって本当にあの要は世界で通用する、えー、エンジニアを育てるというのが大事だなとおつくづく思っています。 というのが僕のプレゼンです。長くなっちゃいましたね。すいません。はい、ありがとうございました。あの windows95 を作った男と言われている天才エンジニア中島さんの言葉だけにとても重いものを感じました。あの視聴者からもたくさん質問が来ているんですけれども、とまずまあ、本当に先ほども少しお話がありましたけど、チャット GPT 画像生成 ai。まあ あの、2020年に一歩から一般の人が、2022年から一般の人が普通に使うような状況になった。中島さんからすると、この威力はもうとっくに知ってたよというお話かもしれませんが、ただ普通の人が普通に使い始める状況になるインパクトってとても大きいと思うんですよね。で改めて中島さんの組織のタイトルでもあるシンギュラリティがいよいよかなんていう議論も出てきていますけども、 田島さんから見られて、この AI の発展はどこまでい <laughs> くんですかね、まず社会はこれからどう変わっていくのか、シンギュラリティってものをどう捉えていらっしゃるのかということをちょっと一度伺ってもよろしそうですね、あの、まあ、なんていうの、例えば、今のスピードが、なんていうの、その人工知能の進化のスピードが今、勢いを加速しているので、 えー、特に過去10年ぐらいですよねなので例えば10年先20年先を読むのがものすごく難しい状況になってますけどでも少なくともその今の,の2023年の状況を見ると、えー、そ,のその延長所にあるのは要はまあ,あの一言で言っちゃえば AI が人から職を奪う時代に突入し始めましたよという。 であ,のあまり僕はね、その、なんだっけ、あの、えっ、ー、と、ターミネーターの映画みたいに、その、まあ、人工知能が人間を排除しようとするとかっていうとこを心配する必要はないと思ってるけど、それよりも結局、まあ、今のチャット g p t を見ても分かる通り、まあ、分からない人がいると思うけど、僕なんかにははっきり見えるんだけど、その、 要は人工知能を使える人の生産性が一気に上がったんですよ。多分10倍ぐらい上がったんですよ。1, 期1年以内に去年と比べて。で、要は10倍っていうことは、要はその使いこなせる人は今までの10倍の仕事ができるので、まあある意味9人の人が職,職を失っても不思議はないわけですよね。で、まあそうは言っても、そのね、その、まあ、会社だったり、外国、あの、 解雇規制とかもあるからすぐには起こらないけど、えっとまあ、そういうその人を簡単に解雇できないとかっていう障害の部分を無視すればもうあの今年あたりからその,その9人に相当する人たちが職を奪いあの失い始めても不思議はない状況です。もうそれは避けがたい話で、えーまあ、それはそれでいろいろ社会に問題は あの起こすとは思いますけどそのなんていうのかなえー、っとか,なんかオブラートがに包んだようにいや AI ができても新しいビジネスが生まれるから新しい職も生まれますみたいなきれい事はもう言ってる時代じゃないと思います。本当にあの10年も経たないうちに、まあ、実質的にはあの人類の10%が働いていればそれで世の中が回る時代になっちゃいます。 なるほどありがとうございます教育に関して、えっと、ちょっと複数来ている質問を2つほど投げかけたいと思うんですけど一つは、まあ、本日のお話は理数系が得意な子を、まあ、よりエリートに育てようという視点ではとても理解するところであるけどみんながみんな理数系が得意なわけではないと。 そうすると、まあ、全ての子どもたちへの教育という視点で言うと、これから何が必要だと考えられるか、教育現場はどういう力を育むように教育を変えていくべきかという質問が複数から来ています。えっと、2点目がですね、えー、それと,ちょっと、えっと、逆の視点で、今日の、えー、IT 構成構想のようなものっていうのが、アメリカにあるから、 ファムみたいなものが生ま,の生まれるのか、なぜ米国はそういう人材を排出し続けることができたのか、その教育の仕組みのところを知りたいという質問ですね。その2点いかかがでしょうかあ、はいえー、とまず理数系が得意じゃない子たちをどうしたらいいかという問題は結構難しいとは思いますけど、ただ、えー、と幸いなことにその、まあ、チャット GPT GPT が示してくれてるのは必ずしも理数系が得意な人だけが使えるツールじゃなくなりつつあると。だから例えば、えー、文系の人、まあ、なかなか文系の人にはとっつきがたいかもしれないけど、えー、例えばあのメディアで、えー、経済記事を書いてる人があのチャット GPT を使ってあのより 今までよりも効率よく深い記事を書けるようになるっていう時代は来つつあるというか、もう今すでに始まっているのであの、例えば自分が文系だからといって、あの人工知能に背を向けていてはダメで、文系なりにもその人工知能を使いこなすと生産性を上げることはできるんだっていう認識のもとに、えー、あるべきだと思います。だから、えー、っと、僕はあの、プログラミングを、あの、うん 全員に教えるっていうのはなんていうのかな機会を与えるっていう意味要はプログラミングに子供時代に一度でも触れてあこれは大好きだなって思う子供がまあ10%でも20%でもいればいいっていう意味ではみんなにプログラミングしてもらうのはいいと思いますけど人類全体が日本人全員がプログラミングできるようになるべきとは思ってないしなれるとも思ってないですただ人工知能をつない使いこなすっていう部分に関しては実は全員に機会があるので平等の それは勉強すべきだと思いますで。ちょっとだから人工知能っていうのは今までのそのプログラミングの勉強とは違う次元のものですよね。本当に。あのなかなか理解できないかもしれないけど、今聞いてらっしゃる、まあ、先生とか親御さんたちは、ぜひともチャット GPT を試してほしいです。文系の人こそ試してほしいんです。で、それが例えばいい文章を書くとか、もしくは簡単な文章をちょっと。 あの丁寧にするとかっていうことにどのくらい役に立つかっていうことを理解した上でこれを使いこなせる人じゃなに子どもたちはならなきゃいけないっていうことを認識してほしいですねだから宿題とかもあの禁止するんじゃなくてもう最初からチャット GPT を使ってレポート書いてくださいっていうべきだと思いますあのそれをもう否定したところで始まらないので例えば で大昔だったら計算問題解く時には電卓使っちゃいけないって言ったけど今時もう電卓使うのってかまあコンピューター使うの当たり前じゃないですか計算するのに。だからそれと同じようにあの文章を書く,と書く時にチャット GPT を使うのはもう当たり前でそうするとチャット GPT 使うとその例えば英語を書いた時に何て言うのスペリングのミスとか、ね、文法のミスとかや,やらないんで。 完璧な文章を書けるのでそれは当たり前と。それよりも内容をどう吟味するかっていうところが勝負なので、そうなってくるとやっぱりあの理系、文系関係なく学ぶべきとこはいっぱいあります。で、2つ目の質問の欧米の話で言うと、まあ、私はあのアメリカのことしか知らないですけど、えー、とまずアメリカはあの SAT っていうあの共通テストがあって、で、それに関しては、 まあいい成績を取りましょうっていう競争が行われてますけど何て言うのかな日本のテストみたいにやたら難しいのじゃなくてある程度以上あの点が取れれば十分っていう、まあ、それほど難しい問題じゃなくてでその大学とかがあの子どもたちを採用する時はそのもう SAT でいい点数を取るとか学校でいい点数を取るのは当たり前。 でそね、プラスアルファ何をしてきましたかっていうところを見てるんですよ。そうすると、例えばスポーツをしてきました、スポーツであの選手としてあの国内大会に出ましたとか、もしくはボランティア活動でこういうことをしましたとか、えー、実際に、えー、とスマホ用のアプリを作って100万人がダウンロードしましたとか、数学オリンピックで優勝しましたとかっていう、そこの そののユニークなプラスアルファの部分を見てるんですよで大学側もそういうことを見てるのでそうすると学校側親もそういうチャンスを子どもたちに与えようとして要はそれっていいとこを伸ばすっていうことをしないと出てこないので要は SAT でいい成績を取るのは当たり前それプラスアルファっていうところでその,その子が得意なところをっていうかまあその子が夢中になるものを もう家になれるものを見つけるのに親なり先生が協力するでそれを見つけることができたら徹底的に伸ばすっていうことを、まあ、昔からしてるので、えー、っていう部分はすごくあると思います。で日本は残念ながらその受験の時に、まあ、なぜかそういう例えばスポーツ、ね、例えば東大が人あの子どもたちを採用する時に、ね、スポーツを重視するなんて聞いたことないじゃないですか。 じゃなくて純粋に点数だけでやるので結局じゃあ試験問題をどん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 難しくして、えー、もうそれだけに特化した勉強をするしかないっていう状況に子どもたちを追い込んじゃってるのもその日本のあの中高の勉強がおかしくなっちゃってる理由の一つだと思います。ありがとうございます。あの初めの質問の方でまあチャット GPT など AI っていうのっていうのを学校の先生たちにも積極的に 使ってしい宿題なども禁止などせずに使うべきだという話がありました。今その 初等中等教育それから高等教育においてチャット GPT の扱いをどうするかってことっていうのは前回のシンポジウムではシンガポールの事例を伺いましてシンガポールは政府がむしろ積極的に活用するんだっていう方針を出されたっていう話があったんですけども米国の教育現場における、まあ、チャット GPT をはじめとする AI の取り扱いの実態っていうのはどのような状況ですかね まだね、出てきたばっかりなので、大々的に広まった話じゃないですけど、割とその,、まああの、なんていうの、オープンマインドな先生たちは、えー、もうこれは否定してもしょうがない、禁止してもしょうがないと。だから逆にあの、思いっきり使ってもらった上で、そのプラスアルファの勉強してもらおうっていうふうに切り替えつつあると思います。で、まあ、これがその、全、あの、 すべて,ての教育者に広まるにはまだ時間がかかると思いますけど僕はじ時間の問題だなとと思っていまますすありがとうございます私ももちろんあの利用促進派なんですけどもか一方で、まあ、そのこれまでも ICT リテラシーとか、ね、新しいツールが出るためにそれを使いこなすリテラシーというのそれは、えー、使い方という意味でも、まあ、例えば倫理的な面でも。 必要、えー、とされてきたわけですけれども、やっぱり AI を使いこなすにあたっても、また新しいリテラシーっていうのが必要なのではないかなというふうに考えています。中島さんがこれから、えっと、小さな子どもも含めて AI を使いこなすようになっていくときに、この点は留意した方がいいのではないかなという、当然のことながら育まれるべきリテラシーとして考えていらっしゃることがあれば、教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。んまあまあ、子どもたちに関して言うととやっぱりのびのびと やってもらうのがいいと思いますけどあのやっぱり、えー、とチャット GPT そのものの問題っていうよりもあのこれからやっぱり例えば、えー、映像とかをその何て言うの,そのフェイク映像を作れるようになっちゃうのでまあそれによってそのまず自分たちが騙されちゃいけない だからものすごい難しい話になってくると思いますけどでなんか偉い人とかもしくは自分が大好きな芸能人とかが何か発言しているビデオが流れててもそれ本物じゃない可能性が出てくるっていう、まあ、時代が来ているのでそこに注意しなきゃいけないのとあと当然だけど子どもたち自身がそういうものを要はフェイクビデオを作ることが可能になっちゃってるので。 だからそのなんていうの、フェイクビデオを作れるようなツールを使っちゃいけませんよって子どもたちに強,要あの強制してもうまくいかないのでやっぱりそれはモラルとしてそのいけないことだっていうことをちゃんと教えて、まあ、そういうことをしないような自らの意思でしないような子どもたちになってもらうっていうことが大事かなとは思いますよね。 ありがとうございます。情報のね、審議を見極める力っていうのを本当に今まで以上に必要になるなと思います。あの、ちょっと時間になってしまったんですけど、最後に一点だけ、まあ、これから IT 構成のような、今ご提案いただいたようなプランっていうのっていうのが実装されるといいなと願ってやまないんですが、それにあたり、だから中島さんが、 この事例ってすごく参考になるんじゃないかなっていう国内外のあ国,国内外の時は中島さんアメリカに住んでいらっしゃるからですけどもまあアメリカに限らずですね、えー、の何か参考になる学校とか事例っていうのはありますかまあそうですね、まあ、まあ私が知ってる限りで言うとその、えー、とドアンゴさんの N 校と、うん、それからさっき言った神山丸ごと校、はい。 はすごい注目してますよ、ねまあ、丸ごと高専のはまだ始まったばっかりですけど、でもコンセプトだけ聞くと、すごく素晴らしいなと思いますよね。やっぱり高専を使うっていうのは僕は正しいと思っていて、またこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、もう日本の大学を直すのは無理だと思います。なので、えー、ゼロから作り直すつもりで高専っていうのが一番手っ取り早いかな。で、本当にその、要は受験を子どもたちの人生から排除する方向に。 えー、持っていきたいですよね、うん。ありがとうございます。何か言い残したこと、最後にメッセージがあればと思いますが、どうですか。<laughs> えー、まあ、どうでしょうね。とにかく、あの。えー、もし教育者の方で聞かれている方がいたら、あの、ぜひともチャット G. P. T. は試してください。はい、お願いしますあ。ありがとうございました。あの、サムの神山丸ごと高専の。 えー、お話もここで聞いたんですけども、あれですよね、ちょっとデジタルを導入するということだから、初めに冒頭 DX の話がありましたけれども、もうこの際新たに作ってしまった方がは、はい、早いし、それの方が破壊的にイノベーションが起こせるよというお話かと思いました。本日はハワイからですよね。はい、リ、はい、はある中、ご参加いただきました。ありがとうございました。でもないです。うごました視聴者の皆様に来週以降のご案内をしておしまいにしたいと思います。失礼します。 はい、あ少々お待ちください。はいえー、来週以降このようなことを予定しておりますのでご参加ください。というわけで、えー、中島さんどうもありがとうございました。視聴者の皆様もどうもありがとうございました。また来週お会いできればと思います。